ート。はい、おはようございます。今回は、角帯で浪人結びやってみますね。はい、それでは始めます。この幅だいたい 10.5。そうすると、浪人結びの場合は、1、2、3。よし。ここで30センチね。で、35センチぐらい。ちょっと多め。はい。35センチをここ止めます。はい。こんな形で止めたら、よいしょ。はい。ここで止めておきます。35ですね。はい。ちょうどこんな感じ。はい。そしたらここで、はい、巻いていきます。はい。北線をギュッと締めて、上はあんま締めなくて、立ち上がる感じにしてください。細い方はなおさらそうね。はい。で、ここで、一回ここ外します。よいしょ。はい。ここで、下線締めます。はい。じゃあ、二巻き目いきます。二巻きしました。はい。鏡があったらね、はい。こんなにね、あれしなくていいね。はい。そしたらね、今度はね、この中心のところから、はい、ここですね。はい、ここ。同じ幅じゃなくって、はい。指、そうね、四つ分ぐらい。ってことは、まあ、30センチぐらいね。30センチぐらいの、はい、この脇からちょっと来たぐらいね、ここ脇からね、こうやって来たぐらい、はい、ね、これを決めたら、はい、ここに、はい、前回して、はい、余分は、はい、帯の中に、はい、入れちゃいます。2巻きしかないんだけど、はい、よいしょ、はい、そしてここ合わせます。はい、そしたらここね、はい、締めます。下線締めます。はい、そうしましたら、はい、ここを。輪がこちらになってるね、はい、そしたらこうして輪が中心になるようにします、はい、そしたらちょっとこちら側に移動させて、はい、ここですね、はい、手が上よっとちょっとこちらに寄った感じ、はい、そしたらここでキュッとこうしたね、はい、そしたらここに1枚あるでしょ、ここに、はい、こうやって入れとくね、はい、そしたらこちらを、はい、はい、帯縁が上になるようにしてこの中に入れます、はい、入れました、はい、入れました、はい、そしたら今度こちらとこちらで、はい、ギュッと締めます、はい、こんな感じですね、はい、はい、これが真ん中行っちゃったから真ん中はちょっとかっこ悪いので、はい、この時は、はい、ちょっとこう押さえてギューッと移動させて、はい、このように中心をずらした方がかっこいいですね、はい、ここがねちょっとこう多少ねこうなるけどこれはまあ粋な感じでね、はい、いいです、大丈夫です、はい、できました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるのでグッドボタンもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。